多いですね、やっぱり。あの、人が、まあ、もちろんあの続々と集まってます。いろんなキャラクターが、はい、今現在ね、岡山駅に来てます。まあ、時刻はね、今9時ぐらいです。今日はですね、10月31日、ハロウィンの日ですね。毎年人が多いんですけども、今年は、コロナウイルスの影響で、どんな感じなのかと、ちょっと来たわけですけど、結構ね、なんか騒がしい感じがしますね。まあ、その自粛といろいろもあると思うんですけど、ちょっとね、様子を伺おうかなと思います。はい、スタートします。というわけで、あの新幹線のね、通路を通って、今日の様子なんですけど、多いですね、やっぱり。あのマスク率とかどうなのかちょっとわからないですけど、まあ、ここで見る限りかなりね、多い、人が多いかなと。人が、まあ、もちろんあのマスクをつけてる人は大半なんですけど、ない人も全然おられます。テレビ関係の人も来てますね。やっぱおまわりさんも多い感じで、まあ、去年より、ちょっと少ないけど、まあまあでもいますね。多いですね、めちゃめちゃ。いやー、予想外の展開です。今日は多いですね。で、DJ ポリスさん、この言葉は後ろとなっております。立ち止まらず前の方に続いてお進みください。赤ちゃんが落ちてきて、多いですね。コロナの関係とは関係なしにマスクしてない人も多いですね。ちょっと多いですね。去年も多かったんですけど、今年もかなり、多い感じで、向こうには警察の、ね、車両が、何台か、ね、止まってます。まあ、警察の動員数は、去年よりちょっと少なめかなと思いますね。続々と集まってます。いろんなキャラクターが、はい、まあ、去年よりかは余裕はあるんですけど、まあ、一応ちょうど、ね、ピークタイムの9時ぐらいということなんですけど、かなりでも人が多いですね。まあ、去年は、あの中に入って、ね、インタビューをしたんですけど、今年は、ね、ちょっと、危険性が高いというか、よろしくないかなと思うんですけど、まあ、岡山駅周辺は、まあ、こういう感じで、賑やかな状態になっています。去年はね、あのこの警察車両の周辺にね、かなりずらっとね、おまわりさんがいたんですけど、今年は少なめですね。では立ち止まらず前の時間続いてご注意ください。また写真撮影が携帯電話の通話はお願いください。
ますか？知らないし。知らないし。というわけで、まあ、なんかかなり、人が多いかなと思います。でもその中でも、おまわりさんが本当に必死でというか、まあ、この中ですけど警備を、ね、なさってすごいご苦労様というか、なんとも言えない、感じかなと思いますね。もうこの目の前にもかなりの、警察車両が、並んでんですけど、まあ、去年よりかは、確実に小規模というか、まあ、少なめなのかなと、おまわりさんの、動員数のね、そんな感じでした。で、まあ、普通の仮装の人も、まあ、去年よりかは少ないけど、去年は多分そんなに前に進めなかったような感じでしたけど、なんか今年は結構隙間がありつつ、まあ、人がいるような感じかなと思います。はい、でこのままちょっとね、本町とかを、通って、郵便局の方に行こうかなと思います。そうですね、警察車両がいいですね。先ほどなんか白バイも待機してましたね。いや、やらかしてますね、はい、さっきまでね白バイがいたんですけど、なんか車両を追いかけてどっか行きましたね。これはドンキホーテ前です。ちょっと落ち着いてるかなと思います。本町なんですけど、この先、警察車両が止まってますね。あんましないんですけど、ハロウィンの時はこういう感じで、ちょっと気になりますね。事故があったのか、それともここでも、何かちょっとどんちゃん騒ぎをやってんのかなと思います。ちょっと行ってみましょうかね。あ、でも事故車両ですかね。事故ですね。なんか事故ということですね。なかなかここでは珍しいんですけど、この時間帯には、事故ということでちょっと気になりますね。事故ですね。まあこの十字路結構事故が起きやすい場所なんで、あ、でもこの
ね。はい、ちょっと多分自転車の確認ですね。おそらくぶつかったのかな。これ何かと騒がしくなってます。結構ね、人の数もいつもよりかは多いですね。4倍ぐらいの多さですね、これ絶対に。はい、というわけでちょっとお回りしましたけど、これを右に行って、中央郵便局に行こうかなと。というわけでこんな感じで今日は、岡山駅から本町の部分にかけて、撮影してきました。はい、まあ、なんかちょっと思ったより人が多かったのびっくりしたんですけど、まあ、こういう中でも配備されて、一生懸命活動されてるということですね。まあ、去年よりかは警察の方の数は少ないんですけど、今年はまあちょっと控えめなんですけど、徹底してねやってるとこはやってると、検問もねやってるということで、夜間のね白バイとかねこういう感じであるんですけど、ちょっと予想外の、展開で、でも結構ね騒がしい感じで、やってますね。はい、というわけで今日はこんな感じで、お伝えしました。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。